なんでそのうまさ、これ審査難しいですね。これで世界一決めるの難しい。みんなうまくて、さすが世界大会ですね。それでは出身とお名前どうぞ。ウエンツーハイルンと申しますけど、あのお里って呼んでもいいんです。ベトナム出身です。ベトナム、あら、ベトナムから来たの。え、大学は大分県別府市の、立命館アジア太平洋大学です、はい。ベトナムから来ました。ちょっと、なんで秀樹さんはそういう言い方になる。ベトナムですよ。うん、え、何年アラマやって何年ここに、あ、アラマなら来たんです。多分2年間ぐらいです。はい、え、たった2年であんなに上手くなるの。いや、さ、3年っておしゃべってて、やんないって人前なんで、上手いですよね。え、ベトナムにはこういうのはないですよね。ないんですね。うん、ね、どうですか、踊ってみて。はい、すごく楽しくて、なんか、みんなの笑顔を感じることはできます。ポジティブなエネルギーもらいました。ありがとうございます。いや、こちらもポジティブなエネルギーいただきましたよ。そうですね、うん、日本語もすごいお上手で、私からちゃんとマイク取って喋るし。そうそうそう、素晴らしいですちゃんとね、うん、日本語も上手いですね。そうですかね。そうでしたね。今度はマイク取らないんですね。え、こっち来て美味しいもの食べました。今別の、さっき何だっけ、笹餅食べました。笹餅、はい、うん、はい。そうです。よ、食べ物合うんですね。何ですか。あ、探せばあると思います。はい、ベトナムで暑いっていうのは何て言うんですか。あ、ナオ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 、はい、ナオ、ナオ、合ってる？合ってる？ナオ、ちょっと違う。ナオ、何ちゃん？こっちはね、ヌゲって喋るもんです。ヌゲ。そう、津軽弁でね。はい、どうぞ。ヌゲ。ヌゲ。今日ヌゲな。今日ヌゲな。そうそうそう。今日ヌゲな。それそれそれ。でもいいね、ベトナムからね。どう、ベトナムの方と組んで。いや、ものすごく楽しかったです。はい、出身どちらですか。京都府です。京都府、うわー、何年携わって。京都府ですか。お金でなんですか。3ヶ月ぐらいです。はー、え、3ヶ月だよね、今。3ヶ月しかやってないの。でも、はい、3ヶ月ちょっといろいろと教えていただいて、すごい続いたと思います。出身どちら。新京都府です。京都で同じこと聞いてる。もう暑さでね、暑さ、頭おかしくなってる、暑さでね。どうですか、行ってみて。とても楽しかったです。皆さんに見ていただいてとても嬉しかったです。あ、いいね。京都は祇園祭りしかないもんね。いや、そんなそんなことない、いっぱいあるもんね。こうやって離るのないでしょ。そうです、あんまり踊りではあんまりないかもです。あー、でもいい経験だね。これからも続けるんですか。もちろん続けます。あー、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあそちらの 汗がこう垂れてる姿が何ともいいんですけど、もうね、もう直後でね、ごめんね、お待たせしちゃって、はい、エントリーナンバー5番の方ですね。ちょっとじゃあ自己紹介お願いします。大川大保存会の唐川康代です。はい、もう、あの、大川大保存会でいつもやってる方。はい、地元の方ですか。はい、おお、まあ、一回くらい出てみようかなみたいなのが、ちょっと勇気出して。いいね、いいね、いいことだよ。若いうちでないと出られないから。で、はい、いいチャレンジだ。どうですか、踊ってみて。
いやちょっと緊張して、うん、やっぱりちょっと硬くなっちゃったかなとか思ってるんですけど、でも楽しく踊れたのでよかったです。あお客さんからの拍手からね、しかもね審査員がね、うん、いますからね。そうね。いやということは後ろは、あどうも、立命館大学卒業で、今年の3月くらいまで大岡台に住んでおりました、はい、あと岡田和也と言います。住んでた、はい、出身は、出身は千葉県で、うん、でもその立命館大学でこう例年のこの祭りに参加したことをきっかけで、で、まあ、ちょっとこっち の地域おこし協力隊というものに辞職してたんですけど、まあ、ちょっといろいろあって退職することになってしまったんですけど、ちょっとやっぱ荒間だけはつながっていたいなっていう気持ちで、へー、なるほどね。いいね。じゃあそこで出会ったんだこの2人は。そうですね、はい、ちょうど去年の祭りの時に会って、はい、ちょっと今別体操って何ですか。いや今です今です今です今多分青年部の方々は、はい、はい、いいね。でもね、今別にまだこれで帰ってくるというのね、はい、年に1回は帰ってくるところだよね。いやもう年に4回くらいは。おこの夏祭りの楽しい時期もそうですけど、やっぱ冬みたいな、なんか辛い時期にも戻って誰かの助けになれたらなっていうところ。暗い時期って何暗い時期、雪降れば雪で明るいですから、ね、あ、そうです、寒い時期ですね、はい、あ、いいこと聞いちゃった。何ですか、もしかして恋人同士？はい。そういうこと。それなら4回帰ってくるわな。え、その4回って会う機会短い、長いね。でも荒間で つながったってことでしょ。あ、そうですそうです。はぁ、なんじゃこれ。荒間くんと手綱ちゃんだ、ね、目の今別の残ってる若者たち、あらまやった方がいいぞ。もしかせば大学生とね。うわー、すごいね。じゃあ息ぴったりだね。いい、え、結婚生なんね。まだまだこれからするかもしれないっていうことですよね。はい、そうですね。プロポーズはプロポーズちょっとまだ先かなっていう感じで。なめちゃん、はい、来年見ればまだつながってるってこと、はい、うん、あ、そういうことですよね。来年も待ってます。期待してましょう。はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。エントリーナンバーは5番6番の皆さんでございました。ベトナムすごいな。いやなんかいいな、こういう出会い、ね、心繋がってないんですか、違うんですか。今日初めて出会ってます。あ、そう、でもこれからね、そうあるかもしれませんしね。